さあいよいよ開催されましたワールドカップカタール2022でございますけれども、3日頑張ってそれやったら、うん、1日、うん、何も気にせず食べていいよって日を作る。あーほうほうほう。でそうやりながらやって、その1がラーメンで塞がってんの今回のワールドカップで、初めての勝利だとは思いますが、はい、感想をお願いします。なんか違うなって思いますねこういうことじゃないなって思いますねサッカーを楽しむとはこういうことではないとさあ緊張の、いやでも痩せてると思うな。どうだろうな、なんかいろいろやってるしな、食後の歩き方変だしなハンバーグラーメン、ただいま。どうもハンバーグラーメンのアンディ元山とハンバーグラーメンの西村俊彦です。はい、というわけでさあいよいよ開催されましたワールドカップカタール2022でございますけれども、元山さんどう見ますか。今回の大会はですね、やはり中東という未だかつてない地でやってますので、だいぶ試合の方も荒れるんじゃないかなと、予想しております。確かに大荒れのスタートでございますね。まさかですね、あのアルゼンチンが、サウジアラビアに逆転負け、誰も想像しなかったんじゃないでしょうか ね、ね。そしてあの話題の日本ですけれども、いやあれもすごい大金星ですね、日本がまさかドイツに勝つっていうね。そうですね、やはり喜びの方は高まっていらっしゃいますか。やはり日本の国民の皆さんは大変喜んでた模様で、その日の夜の渋谷なんかはやっぱりすごかったんじゃないですかね。ああ、そうなんですか。湧き返れ日本。そうですね、今日本もねいろいろ苦しいね、経済状況ではありますから、やっぱりこういうところで活躍してもらって、なんとか、日本を盛り上げていってもらいたいなと、そういう気持ちでいっぱいですね、はい、そうですね、日本全国に元気と勇気を届けていただきたいと思います。私の財布からはドイツの負けによって600円が飛んでいきましたいや思わぬところで経済危機がね、やってくるもんですね、いやでもね、それがなんかスポーツ振興になってんでしょそうですね、あれはなんかチームかなんかいろんなところに一応行くみたいですけどね、そしたらもうじゃんじゃん買いますよって言って、本当にじゃんじゃん買ってるから面白いんだよ君はねえ、現在もね、今ね、行われてる試合にね、ベットしてますからね、あなたね、ここに置いときたいですよねよーしとか気になってしょうがないいやでもよくないですね、なんかね、素直に見れなくなりますもん。まあ確かにね、だってさ、その日本対ドイツでさ、ドイツが勝つ方にかけてたんでしょ。だってそうそう、2-1でドイツか、2-0でドイツにかけてたんですよ。そうでしょ、だからもう日本がこう、まあ、1-0 の時はまあどっちでもいけるからよしよしじゃん、もう1-1になった時点ではさ、もうこれ以上日本手入れるなって思いながら、そうそう、ドイツがあと1点お願いするますって祈ってましたそうだよね、純粋、怒られるな、純粋に見れないよねいやでもね、勝って本当すごいことなんでしょ。あれはめちゃくちゃすごいこと、まあ下馬評を覆すっていうのはワールドカップっていうこの国際大会だと、あの全くないわけじゃないのよ。絶対に1試合か2試合は本当にあるんだけど、それがよりによってアルゼンチンだったりとか、そのドイツっていう強豪国をアジアの国々が倒すっていうのは誰も想像してないから、これ今までの大会の中でも一番のジャイアントキリングじゃないかって本当に言われてるぐらい。おお、ジャイアントキリングっていうのはそういう意味なんですか。そうそうそう、弱いチームがもうビッグクラブを倒すっていう、巨人を倒すっていうのジャイアントキリングっていう、サッカーの世界ではよく言われるんですけど、それがワールドカップのね、こういうタイミングで起こったっていうのはやっぱすごいなと、もう2回あるんですもん ね、 だってね。そう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 、だからもうあと 1-2 回あってもおかしくないなって気持ちにはさせてくれるよね。ねえ、でもね、スペインは
7-0 で勝ってました、ね、私あの試合もねコスタリカ行くんじゃないかと思ってました、ね、ね、あのもう見てるから散々その前例を見てるから、ね、こんだけ来てるってことはここも来るんじゃないかと思ってね、ついつい思っちゃうよね、うんうん、でついついそれにかけちゃうわけやから、ね、そうそう、あのグッとこらえましたけどね、えら、うん、いな、まだ私はサッカーに詳しくないから、うん、そこまで突っ込むのはやめよう、やめようと思ってね、そうそう、僕はこっそり1-1にかけてましたけどまさかですよ ね、 ね、もう前半始まった途端に1点入れて、おおお入った入ったと、あ、まあ、もうコスタリカここからだなと思ったら、もうスペイン2ってなった瞬間に、あ、終わったと思ってと思ってるうちに3-4ってくるから、あーと思って、ね、あれなんかスペインのボール保持率が 78% だって、うん、もうどういうことなんですか、それは。もうスペインがずっとボールを持っててもう取れないのよ、うん、ずっとパス回してるから、うん、で取りに変に行ったら後ろを突かれるわけじゃん、うん、だから取りにもなかなか行けないとか、うん、もうそんな状態で、それでもちょっとした隙見つけて点をボン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 取られるし、うんうんうん、でコスタリカがボール持ったと思ったらすぐに奪われちゃうし、うんうん、いじめっ子みたいだね、なんかね言い方が悪いよ、それはスポーツの世界じゃあることだから、おい取ってみろよ、ね、そんなことはやってない、待ってよって、そんなことはやってないよ実際はそうかそうか、うん、フェアプレーですからね、もうパッと見てだってコスタリカの方がいかついこういうグーっていうやつらがいっぱいいるて、うん、待ってよとは言ってなかったからさそうかそうか、うん、お前らって言いながら追っかけてたからそうか、そういうこともあるんですね、そう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 、うん、いやあんなにね美しい、いやあえてパスがずっと無限につながり続けるっていうのが、あの向こうのスペイン語なのかな、ティキタカとか言って、ティキタカっていうなんかそういうティキタカ用語があるぐらい、なんかそういう美しいサッカーのなんか代名詞みたいな、あ、そういうあれなんだ、うん、僕ティキタカっていうアイスクリーム屋さんでアイス食べましたよ、どこで、新宿南口、何かがつながってるのかね、なのかね、ね、うん、行ってみようか、行ってみる、美味しい、結構美味しいよ本当、うん、スペインアイス、いやなんか日本のジェラート的な、うん、あ、そうなんだ、うん、へえ、あのね、獺祭のアイスクリームがあるのよ、何それってあのお酒の、そうそうそう、日本酒の、へえ、美味しい、本当に、うん、え、そう、だってお酒飲めないでしょ、うん、なんかそれでもう、うん、いや日本酒やっぱいけんないけんなつ、ね、ぶってるつぶってる、やっぱ獺祭でしょつってそうそう、味選ぶときに獺祭、うん、あのね、獺祭を押してる人はそんなつじゃないからそう、まさにつぶってる人だ、ね形から入るからね、はい、ね、うん、聞いたことあるからとりあえず、うん、うん、そうか、そうそう、でもなんかいろいろ味があって、うん、なんでしょう、素材の味プラス甘みみたいな、うん、美味しいですよ、へえ、そうか、そういうのって、うん、なんかアイスクリーム屋とか行くんだね西村くんね、うん、うん、え、何、あそこでイートインなの、それともちょっとも 歩いてくるの、イートインスペースはあるけど、うん、すごくちっちゃい、あ、そうなの、うん、じゃあ西村君はもうちょっと外でこう食べた感じ、まあ店の近くとかかな、あ、だいぶ昔ですね、でもね、あ、本当、うん、じゃあ今あるかどうかも分かんないってことね、 あるんじゃないかな、あの南口から新宿線の方に行くエスカレーターあるじゃない、うん、ああ、うんうん、新宿線の方ね、エスカレーター行ったとこにある、でさらに新宿線でエスカレーターっていう、ああ、要は構内にあるってこと、そうですね、うん、うん、そうなんだ、うん、へえ、それは知らなんだな、うん、だからアイスクリーム好きの本山さんとしてはぜひ ね、まあ来年の2月以降にぜひ行かせていただきたいなと思いますね、うん、んーじゃないの、んーじゃないの、痩せたちょっと痩せた、取ってつけたかのようにわかんないよ、測ってないんだもん、だって、ああ、そうそう、レコーディングとかはしてないんだ、いや、レコーディングは、うん、してるって言えばしてるんですけど、うんうんうん、体重はレコーディングしてないです、何をレコーディングしてんの、食べたものとか、おー、やった運動とかはレコーディングしてます、うんうんうん、毎日、へー、
そこに魚卵亭とか書いてあるわけ。書いてます、書いてます。魚卵亭泥ラーメンって書いてますよ。ライスサラダ餃子、はい、はい、書いてます、ちゃんと。ライスサラダ餃子、餃子セットって書いてますね。そうそうそう、そういうのをねこまめにやって。でも体重はそのドキドキしたいじゃん、やっぱり。あ、ここでね。そう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 、ははは。だからあえて測らないようにして。おだからここで測ってみないと、うん、今までやってきてることが効果があるかないかも分かってないね。あ、なるほど。うん、そっか。じゃあそのドキドキのために測らずにいてくださったわけですね。そうですよ、うん、ありがとうございます。いえいえ、どういった。視聴者の皆様に代わりまして私からありがとうございます。別にそれをね、うん、楽しみに待ってるかどうかは定かじゃないよ。だって分かんない、ドキドキしてるかもしれない。ドキドキしてるか、減ったかな、どうかな。まあ、まずはこのね、まあ、パッと見で減ったかどうかっていうのね、うん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 、予想しながら、うん、もうちょっと後で測りますからね。映像でパッと見痩せるって相当よ。確かに分かんないよね。うん、そうか。まあ、でもね、やってる、やることはやってる気するんだよな。うん、ね、食事だいぶ変えたしね。リスみたいなの食ってましたもんね。ナッツ。リスみたいなって言うね。確かにクルミは食ってたけどさ、うんうんうん、ミックスナッツのね、なんかあの油も使ってない、塩も使ってないとかいうやつ、うん、あの酢入りのミックスナッツ。ほー、うん、あれは結構その飽和脂肪酸だっけね、うん、オメガ3みたいな、うんうんうん、あのやつが入ってて、うんうんうん、あれもなんかこう脂肪が何増えないみたいな、うんうんうん、で有効なのかな、わからないけどさ、うん、で今一番やってんのがあの16時間断食みたいなやつ。ほうほうほう。その1日の食事時間を8時間以内に済ませて、うん、次の食事までの間に16時間空けるようにするっていうやつ。ほうほうほう。そうすると、うん、なんか胃の中一回空っぽになるからいいんだって。でも毎日それやってたら大変だから、うんうんうん、あの三筋一休っていうシステムも併用してるのね。三筋一休、うん、だから3日頑張ってそれやったら1日何も気にせず食べていいよっていう日を作るって。はーはーはー。でそうやりながらやって、うん、その1がラーメンで塞がってんの、うん、かわいそう。好きなものっていうか、うん、まあ、この日なら食べてよしとか言いながらね、その都度27日に今日ラーメンどうって言って。へえ。そうそうなんですよ、うんうんうん、でそういうことをやって、だからダイエットをどうやったらうまくいくのかみたいなことを、うんうんうん、調べたんですよ、やっぱり、うん、ね、もう増えたからもう罰ゲーム嫌だからと思って、うん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 、そしたらやっぱり一番大事なことってね、皆さん何だと思います？ダイエットで一番大事なこと。負けないこと、逃げ出さないこと、投げ出さないこと、信じ抜くこと。うん、まさにそれ。なんか続けられるかどうかが一番大事。はあ、はあははあ、うん、だからその短期間、うん、目標の体重までって言ってで、うんうん、頑張るダイエットあるじゃない、うん、でそれをやったとして効果が出たとしましょう、うん、じゃあもう何でもいいになったら、うん、結局すぐ戻るのね、うんうんうん、なんかそれって意味ないよねっていう話 で、 うーん、でもうダイエットある程度いったからもういいやっていうとこが過ぎても、うんうん、なんとなく続けていられるものをやっといた方がいいというか、そういう習慣にしてれば、うんうんうん、二度と太んないよって、うんうんうん、うん、だからちょっとそういうのを取り入れようかなと思って、こうあんまり僕もともと1日2食とか1食とかで、うんうんうん、なんか済ませちゃうというか、うん、まあ、あんま食べるタイミングないってだけなんだけど、うんうん、だったらこれちょうどいいんじゃないと思って16時間空けるやつ、うんうんうん、と思ってやり始めたら、うん、本当になんかちょうどよくてさ、なんか全然無理してないのよ。うーん、だからこう仕事とか終わって家帰ったらまあ深夜12時ぐらいなのよ、う
でご飯食べ終わったら1時ぐらいじゃない、うんうん、でそっから16時間空けるから、うん、夕方、うんうん、5時ぐらい、うんうんうん、なんだけど、まあお腹減ってるよねそれぐらいになるとちょうど、うん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 、でまた家帰って10、まあ、5時ぐらいに何かちょっと軽くナッツみたいなそれこそさ食べてさ、ほうほうほう、で家帰ってまたご飯食べてっていうだけだから、うん、割と自分のサイクルに合ってるっていうかさ、うん、あんま無理してないんだよねと思って、うんうん、でラーメン食べるっていうのもあるから3日に1回はあいいんだっていうのもあるし、うんうん、だから本当にねそういうちょっとしたこと、うんうん、であとはちゃんと食べたものを記録するから、なんか今日は別にラーメンの予定入んなかったけど、うん、じゃあ何食べてもいいかっていうと、まあ別に食べたいものがないんだったら今日もこれ頑張る日にして、うん、1日頑張る日を多くしてみようかなって気になる、なんか、うん、で頑張ってる意識もないから特にそこまで、うんうん、なんかすごく続くんですよね。うーん、めっちゃなんか普通の話してますけどいいですか？ダイエットですからね。じゃあもう痩せてるよ。いやだけどこれってずっと続けられることだから、うんうんうん、すごくなんか成果がブワッと出ることじゃないのよ、はいはいはい、だそういう体質作りっていうだけで、うんうんうん、なんか痩せていくのはこれからなのかもしれないみたいな感じ、うんうんうん、要はなるほど、だ脂肪がつきにくい体とか太らないサイクルをまず体に染み込ませてるとかそういうことだから、うんうんうん、だから実際にじゃあ痩せていくかとはまたちょっと別じゃん、うん、なるほどね、うん、あと夜ご飯まあ1時ぐらいに食べたとして、うん、食べた後にすぐ30分以内に軽く運動する、なんか食べたらなんか血糖値って上がるんだよね、うんうん、何食べても、うん、だからその血糖値上がるのを運動することで抑える、うん、だからそれでなんか要は脂肪がつきにくくなったりとか、うん、あの代謝とか効率ね、あの体温上がるじゃんご飯食べた後って、うんうんうん、だからそこで運動するからより一層出ていくみたいな感じで、ね、食後すぐ運動みたいな、うん、本当になんかちょっとエアロビっぽいやつですね、うんうん、ねえ、だからラーメン食べた帰り道とか恥ずかしいですからね。言うな言うなよそれは言わんてくれよ。なんか、うん、すっげえ桃あげてるな、すっげえ腕振ってるなみたいな人が隣歩いてますからね。なんだろう、ご機嫌なのかなみたいな。ラーメン屋が駅からちょっと遠いじゃない、だって遠い遠い遠いじゃない、うん、で、まあ、駅まで10分は歩くなってあるから、うんうん、まあ、その10分、うん、ちょっと頑張って歩き方すればさ、うん、もう運動じゃんと思って。そうだね、そう、うん、もう汗かきながら息ついてたもんね僕ね。信号待ちとかも止まらずにずっとこう足踏みしてたりとか、うん、本気です ね、 ね、僕の本気をちょっと垣間見たよね。うん、恐ろしい。とあとやってるの、うん、あとなんかね食べ物で高野豆腐がいいって聞いたから、ほうほうほう、高野豆腐食べてます。うーん、うん、乾燥した高野豆腐さ水につけて戻すだけだからさ、うん、簡単なのよ。で味ないじゃん、うん、だから好きな味、まあそんなに濃い味つけたら意味ないんだろうけどさ、まあつけれるし、うん、なんか手でブチブチちぎれるからさ柔らかくしたら、うんうん、それでもうなんかサラダとかに一緒に入れて食べてたりとか。ナッツと高野豆腐で動いてるってこと？違う違う、原料それだけだったらおかしいから。ナッツと高野豆腐だけで動けないよ、うん、人は。あ、そっかそっか、うん、それ以外もちゃんと食べてますけど、うん、心配になっちゃうね、なんか主にだから、うん、でも野菜を中心にしないと、うんうん、こう16時間空けた後すぐになんかヘビーなもん食うと、うん、全部取っちゃうんだって。うん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 、だから16時間空けたその夕方、僕だったら夕方5時に食べるものはだから素焼きのナッツとか、うんうん、あのヨーグルトとかサラダとか、うん、そういうものからあの始めて、うんうんうん、でその最後はまあそこそこ普通のもん食べても大丈夫よっていうやつ。ほうほうほう、うん、だから割とそこそこ普通のもん食べてるはずです。うん、うん、これぐらいの、まあ、僕サラダが好きなんですよ、そもそも。家帰ってこれぐらいのサラダ食ってますよ、だから。でそこになんかいっぱい、何、鶏肉とか、卵とかなんかいろんなもの乗っけた、なんかすごいもうワンプレートサラダみたいなんですけど。鶏肉は体が喜ぶらしいからね。あ、そう、岸辺露伴で言ってた。あ、露伴先生が言ってた、あのランナーが言ってた、
ロハンのランナー、ロハンがジムに行って、はい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 、あはいはい、そうそうそう、すごい運動する人の方がなんか言ってた、うん、言ってたね、確かに恋人に料理作ってもらって、うん、僕は体が喜ぶ鶏肉以外は食べないからって言ってそんな声だったかはどうか知らんけどねうん、うん、そうかそうか、うん、確かにでも鶏肉の量割合は多いですね。うーん、シーチキン、まあシーチキンとかも食うけど、うん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 、鶏肉、あでも普通の豚肉も食べますよ。でもうん、うん、全然いいって書いてある、書いてあったっていうか調べたら出てきたから。チャーシューは、チャーシューもいいんじゃない別に、うん、だから炭水化物のとか油の語っていうのはちょっとさすがに避けますけど、うん、ちょろっとずつだ、炭水化物も絶対全く取らないとダメらしいんで、はあ、それはそれで、はあはあ、だから多少は食べてますよ、うん、その夕方とかも特にそうやってナッツとか食べた後に、うんうん、コンビニで売ってるじゃないですか、完全栄養食パンみたいなやつ、うーん、うん、なんか栄養不足になりたくないなっていうのはちょっとあるから、うん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 、これで良くないと思って、うんうん、なんか1週間ぐらい連続であればっかり食べてたらね、さすがに飽きましたね飽きが来ちゃうんだな、そうなんだ、完全でもそうなんだよ、うん、そこには完全じゃなかったみたい。そっかそっか、味いろんなバリエーションあるんだけど、うんうんうん、でもなんか最初の味感は違うけど食ってるとなんか同じになってくるのね、あれやっぱり。あれクロテッドクリーム塗ればいいじゃんまだまだか、上げてないから動画クロテッドクリームの動画は、うんうん、そうそうそう、だからまあいろんなあの手この手はやってますけど、うんうん、じゃあ実際に何だから食事添えてちょっと気使ってると、うん、食後に軽く運動してるぐらいのもんですから、うんうんうん、そんな痩せねえだろうとやっぱ思ってんのよ。ほうほうほう、うん、自分ががっつり痩せた時の印象って、うん、本当にジムに2時間とかがっつり通ってたから、うん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 、いやでもね、そういうなんかあんまり自覚がない時に痩せてこそジャイアントキリングじゃない、うん、いやそのセルフジャイアントキリングの意味が分かんないよ巨人だった自分を殺すってどういうこと、いやダイエットじゃない、ダイエットそれがね本当のジャイアントキリングってダイエットだったんだな、うんね、そっか、うん、自分との戦いですわな。いや本当にそうね、うん、だから甘えようと思ったらいくらでも甘えられるだなと思うから、うんうんうん、だからそれの時にレコーディング、食べたものと運動したことを毎日スケジュール帳に書いてるの、うんうんうん、スケジュール帳って毎日開くから、うんうん、だからそこに書いてて、で書き終わったとこ色つくようにしてるのね、うんうんうん、色ついてない、ああ昨日書いてないやとか、うん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 、すぐ分かるから、うん、でやっぱりコンプ癖あるじゃない、うんうん、穴開きたくないじゃない、うん、でも毎日書くのよ、なるほどね、うん、色塗っていきたくなるのよ、うん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 、で書いてるとやっぱ甘えがなくなるというか、そう、うん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 、まあいっかって なりにくいというか、ほうほう、うん、ラーメン食べた日もなんかラーメンは食べたけど、うん、じゃあそれ以外完食とかするかってしないし、やっぱり各量増えるからめんどくさいっていうのもあるし、うん、うん、なんかそういうのもやめて、あとあれをやめたんですよ僕、コーヒー好き で、うんうん、で特に甘いコーヒー好きじゃないですか、うん、だから多分ねこれ見てる人もまあね心当たりある人も何人かいるかもしれませんけど、僕もうずっとカバンにカフェオレみたいなやつ絶対に入ってる人だったんですよ誰や渡した君だってそうそうそう、うん、なんだけどもうそれをやめましたね。うーんだからお水とか、うんうん、ブラックコーヒーとか、うーんにしました最近は。うーんうーんだからそれもだいぶはい1-0で終わりった、うわ試合結果、こちらカタールの、西村さん、西村さん、じゃあ試合結果が出たようですがどうでしたか。あ、音声がちょっと遠いようですね。カタールの西村さん、西村さん、あ、はい、ですね、ただいまスイスカメルーン戦でございますけれども、はい、結果が出たようでございまして、はい、1-0 で、スイスの勝利と、なったようでございます。払い戻し金はいくらになるんでしょうか。
ちょっとまた音声が遠いようですね。西村さん、払い戻し金はですね、はい、私 1-0 以外にもスイスの勝利に結構かけてるので、はいはいはい、ちょっといくらになるかは分からないんですが、はい、私が今回ベットした800円よりも上で返ってくることは確かです。あ、よかったですね。勝ちました。少しプラスになりました。今回のワールドカップで、初めての勝利だとは思いますが、はい、感想をお願いします。なんか違うなって思いますね。こういうことじゃないなって思いますね。サッカーを楽しむとはこういうことではないと。ねえ、なんかだって目的違うもんね。損をしないように勝った感じを味わいたいと思ってね。そうね、最低でも4倍ぐらいだから、うん、200円かけた場合には4口いけるでしょみたいなさ。これなんか ねそこに愛はあるのかっていう感じですよ ね、 そうだよね。ただ数学やってる人だもんね。ねえ、そうか、うん、まあでも勝ちを経験するっていうのは勝ち癖がつくとかね。なるほど、ね、勝者のメンタリティとか言うじゃないですか、うん、まあ確かにやっぱ勝ったことない人よりも勝ったことある人の方が次の勝負強いですから、うん、そうだね、うん、次もっと大きな勝負に出れると思いますよ、これ。そうですね、うん、こうやってどんどん少しずつお金を増やしていって、うん、どんどんお金に働いてもらって。そうですね、っていうね、あ、今の時代やっぱり自分が働くよりお金に働いてもらった方がね、うんうん、効率がいいので、うんうん、よく喫茶店で聞く。やっぱね、お金に働いてもらわないとダメよ。あれ、君お金遊ばせてんじゃんみたいな。よく聞いてヒヤヒヤしてます、うん、ね、お金に働いてもらってこういうことじゃないからね、でも。そうだね、うん、これただのギャンブルだから、うん、投資でも何でもないからね、うん、でもなんかちょっと宝くじ買ってるみたいで楽しいですね。そう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 、早く結果が分かる宝くじみたいなね、うんうん、で自分で選べるじゃん、うんうんうん、これってやっぱ楽しいよね。そうですね、うん、なんか勝手に番号決められてそれを待つよりはさ、うん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 、で応援したらなんか変わりそうな気もするじゃん、うん、ちょっと、うん、だから向こうだとね、このサッカーくじってごくごく本当に当たり前なんですけど、うんうん、日本だとやっぱりなんかね、サッカー好きだけどトト買わないとかは、でもサッカー見ないけどトトだけ買うとかね、うんうんうん、ちょっとわけわかんないなって思う時ありますけど、やっぱこうやって今回のやつとか本当に1試合ごとでね、買えますから、やっぱそれで何対何まで自分で選べるから、やっぱ試合見たくなるもんね、うんうん、絶対にね、確かに、うん、やっぱそうやってね、試合も見てで結果も楽しむっていうのが一番健全だと思いますね。そうですね、うんうん、なんか演劇くじっていうのもやりましょうよ。いいね。え、どういうシステムそれ。拍手のデシベルと継続時間で決めるの、カーテンコールの。なるほどね、うん、両方でね、うんうん、それでなんか数値みたいなの出して。そうそう、なるほどね。でその数値を今回超えるか超えないかみたいな予想を立てるのみんな、うん、なるほどね。あ、そうかそうか、あの団体だろ、この客演だろ、あの脚本だろ、あ、今回超えるなっつって、うん、これ確実にいい芝居なんだけど終わった後拍手くるタイプじゃねえな。あ、なるほどね、そのパターンもあんのか。そうか、どういう予想になるのか。何を楽しんだらいいかが分かんなくないじゃん、もう、ねえ、うん、でもそうなったら演劇見る人増え、どうだろうね。だって水増しできるな、自分で見てさ。水増ししに行くのよ。あ、なるほどね、水増しに行くのか。そうかそうか、分かんない。何それ。ね、何それだよね。でそのさ、演劇ってさ、うんうんうん、まあ、まあよく言われるけどさ、ちょっと特殊な芸術じゃない、うんうんうん、その絵画とかだったらさ、完成された絵が飾ってあって、うん、でこれはその画商がさ値段つけてさ、うんうん、じゃあ買います買わないって言える世界だけどさ、うん、演劇はさ見る前に値段がもう決まっててさ、うんうんうん、払ったら見れますよっていうやつじゃん、うんうん、映画もそうなのかもしれないけど、映画って割と予告編とかしっかりあってさ、うんうんうん、なんとなく分かるし、その値段が均一だから、うんうんうん、そこになんか芸術性ってないじゃん、うん、演劇はね作品ごとに値段違うしっていうのが、うんうん、あってどうもなんかね、顧客不利だなと思うよね。顧客不利。ちょっとね、だから
分かんないものを買わされるんでしょ先にっていう、うん、どうしてもあるじゃん、うん、分かんないもの売ってる時もあるからねそう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 、まだ台本できてないんだけどなとか言いながら売ってる時もあるしさ、うんうん、そう考えると何かもっとやり方あるんじゃないかなっていうのは結構日々思ってましたけど、うん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 、この間僕出たタガメキ短集なんていうと割とコンセプトしっかりしてて、うんうんうん、で宣伝動画もいっぱい作ってて、うん、でいろいろ角度でね、うん、宣伝もしててでこうやって喋ったりとかいろんなことをみんながやってて、うんうんうん、でまあお祭りだっていう気分も味わってっていうことでああいう形だったら全然売れるし、うんうんうん、みんなも別に内容うんぬんかんぬんよりもとりあえず買って見に行きたいとか、うん、体験したいみたいな気持ちで来るわけじゃない、うんうん、そういえばなんかタガメキ短集の短い動画に出てましたよね。出てたっけ、あったっけそんなの。なんかここで撮ったやつ。おいや俺それにはぐらいの、え俺それには出てん、なんかあの手紙みたいの開けてさ、はいはいはい、ああ、うんうん、うん、出てた出てた、あれなんかねそのツイッターで事前に、うん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 、タガメ百物語って言ってなんかあなたの身近にあった不思議な話とか怖い話みたいなのをツイッターで投稿して、うんうん、ハッシュタグタガメ百物語ってつけてくれたツイートを受付で見せると割引になりますよっていうサービスやってた、うん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 、でそこで投稿されたやつをその終わった後に出演者の誰かがあの朗読するっていうなんかをやりますって言ってあった、うん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 、でそれでじゃあアンディさんちょっとお願いしますって言って、だから結構10え何6、7人やってたのかなあれ、うん、でお願いしますって言われてやったっていうのがありますねあれ、はい、うーん、あそういうあれだったんだね、うんうん、それは どこで見れるんですか。あれ YouTube じゃない、肋骨、うんうんうん、さんの、肋骨さんのだったと思う、多分、うんうん、分かりました、アバラジオかな、うんうん、僕も投稿しとけばよかったな。そうだよ、そしたら西村君の読まれたかもしれないのに。舞台袖から神の声が聞こえた。え神の声に聞き返す男がいた。これ実際にあった怖い話ですからね。そうですね、ね、僕が出演した舞台のね、うんうん、昔本当昔ね、シェイクスピアのあれはヘンリー4世かな、リチャード2世とヘンリー4世を混ぜた、うんうん、混ぜたっていうかこう連作でやったような舞台だったんですけど、うんうん、まあそこの劇団の座長さんみたいな人がね、まあ、出てて、うん、でリチャード2世の役をやってたんですよ、うん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 、で、まあ、リチャード2世の方は全然いけたんですけど、そのヘンリー4世のパートに入った時にホルスタックだ、なんだっけあのちょっと大柄の、あフォルスタッフ、そう、うんうん、フォルスタッフをやってて、うんうんうん、でフォルスタッフって割となんかいい加減なことを喋るみたいなキャラクターじゃない、だから稽古中もああフォルスタッフだからいい加減なこと言ってればいいんだろうとか言って、なんとかまともに稽古してた記憶がなかったんですよね。はいはいはい、なん大丈夫大丈夫とか言ってて、うんうん、で本番開けたらそのフォルスタッフのシーンで、うんってなっててで見かねたあのね劇団員が裏でなんとかですって言ったら、それに対してえなんでもう一回言ってそのいい加減さだけはフォルスタッフなんだけどね、そう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 、そういう奇跡のね、不思議体験があったっていう、いや来たんだな。でもそれにそういう舞台とは知らずに、だってチケット買って来てくれたわけだもんね。うん、いやだからとてもなんか楽しかったですよ。ある意味ショーですよ。そうですね、なんかね、まあそういうのもあるよね、まあ、そういう意味では蓋開けてみないと分かんないこともあるから面白いっちゃ面白いし、うん確かに、うん、やっぱある種体験型だからな演劇はね、まあ、こればっかりはな、他の何か鑑賞ものとはちょっと違うかなとは思いますけどね、やっぱりね、いやコーヒー飲んでたら甘いもん欲しくなりますね、そろそろ食べますか皆さん。そうします。ということはこれまたあのタイトルコール忘れてんじゃないって言われない、言われるね、タイトルコールしようか、とりあえず、ね、しようしよう、もう30分ぐらい経ってる、経ってるね、本当だね、じゃあ今日も頑張っていきましょう。はい、はい、ハンバーグラーメンのラジオカッコカリ、はい、甘いものいきます？いき
ましょう。じゃあ甘いもの行くってことはさ、僕体重測るってことだからさ、うんうんうん、まず体重を測ってから甘いものコーナーに行きたいなと思います。あれ今までその順序でしたっけ。いや言ってからやってたけど、言ってからお前食う、うん、甘いもん食うまで時間あんなって思われるからさ。じゃあ測りましょう。測りましょう、うん、はい、ね、動画をずっとずっと見てる人もそんなにいるわけじゃないからさ飛ばし飛ばして見るだろうからさ、うんうんね、よしじゃあ測りましょう、はいはい、ダイエットくじとかね。あえそれどういう先週より上がってるか下がってるか。なるほどね。あみんなが買えるねってね俺イカサマできちゃうよそんなのギャンブルってのは胴元が儲けるようにできてますいやそうですな、うん、よしじゃあ測りましょう。緊張の、いやでも痩せてると思うな。どうだろうな、なんかいろいろやってるしな、食後の歩き方変だしなじゃあはい、緊張の一瞬です。乗ります。さあ乗った。順調に数字が増えていく。あ、消えた。あ、また消えた消えるために増えていくやつでしょこれ怖いな、増えないで、これ以上増えないで。止まった？止まった。お、見てください。はい。80.80。お、痩せた。イエーイ。しかも今までで一番痩せてます、ね。うん。80.80。うんうんうん。やったね。ラーメン食べてんのにね。ね。罰ゲーム回避ですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー次何ジブリさせられるか分かんなかったからねいやいや、うん、次はもうあのダイエット体操をしてもらいますやだやだ恥ずかしいあれはちょっと恥ずかしい、あれ人見てないからやれるまあね、うん、まあいいや。はい、はい、ということで、うん、じゃあ行きましょう。はい、あらちゃんお楽しみタイム。甘やかしの時間ですね。はい、ご褒美です、うん、今日はサブウェイですねなんか大きいね、大きいね。あのスイーツコーナーにこの色のパッケージを置いてたらうんって思いますよね普通にね、うんうん、だからうんと思ったから手に取りました、うん、はい、今日ご用意したのはセブンイレブンさん、セブンスイーツのエクレアピスタチオストロベリーです。これ透明に見たらさ、うん、ベーコンとレタス挟んであるパンだもん、ね、そう BLT ですよね、うん、いやもうほんとサブウェイに置いてそうだもんね、うんうん、だからピスタチオだから多分これ緑のねパッケージなんだろうなって、うんうん、でもこれあれじゃない、かの有名なピエールのやつじゃない。ほんとだピエールだね。え、ほんとだ、かの有名なの。でもそんなに有名だっけピエールさん。そんなことない、わかんない、わかんない、私でも聞いたことある、うん、ね、うん、今まで出てたのかなこんなシリーズ。どうなんでしょうね、うん、え、ここ書かれてるのこれピエールさん。なんかイラスト的にはそうなの。ボナペティ、ボナペティッツって言ってるこれピエールさん、ね、そうそう、うん、よし、うお、あ、ほんと見て、なんかサンドイッチみたい、ほんとに見た目かわいい、超かわいい、アボカドクリームなんじゃないかと思っちゃうよねこれね。そうね、うん、ほんと下に本当にトマト敷かれてるみたい、うん、何これ、どうやって食べるのが正解、ね、これ、ね、あの、うん、パンがさ、うん、ちょっとずれてるじゃない。そうそうそう、これあのちゃんとギュッて挟んであげるもの。あ、そこも気になるね。いやそれはいいんじゃないこれ、パカッてちゃんと閉じちゃって。あ、そうそう、今やっぱ開けた時に、うん、やっぱりこうね、見せる、ね、見せようじゃない、うん、ちゃんと空洞になってるわ。あ、そうでしょ、うん、蓋のところが。そうだよね、うん、ちゃんとした、ね、パティシエが作ってるんだからそうなってるよ絶対、うんうんうん、でもやっぱなんかうまく挟めないな。よし、あ、この生地もね、なんかあの上品なシュークリームの生地っぽいよね、うんうん、ふわふわしてる、ね、で見た目があのゴツゴツしてるやつねこれね、うんうん、じゃあいただきます。いただきます。うん、
上品、うんうん、美味しい、いいスイーツの味だね。ね、こうピスタチオっていいパティシエがやっぱり扱うと本当上等なスイーツに変わるんだね、うんうん、本当にね、うんうんうん、さっきも僕普通の生のピスタチオ食べてましたけどね、うん、素焼きの、うん、それがこうなるんだ、ね、こうなるんだなと思って、うん、いちごもね甘酸っぱくて、うん、そうですね、ね、うん、美味しい、うん、複雑な味、そういろんな味がね、うんうんうん、なんかスパイシーっていうとあれですけど、うんうんうん、なんか何日本とかどの国のスイーツですかって感じですよね、ちょっと、うん、そうですね、うん、うんうんうん、多国籍感が半端ない、うんうん、我々最近なんかこういうね色味のある国旗をよく見えるしてるからそっち系のね中東の何かスイーツかなってちょっと思っちゃうぐらいの味もなんかちょっと複雑な味で、うんうんうん、これでもいちごのあれがすごいいい働きをしますね、うん、してるしてる、すいません、うん、ね、多分ねこれ普通にエクレアのいちごの下にもなんかクリームっぽいのいるんだよね、うん、もう食べ終わっちゃった、これが何かちょっとジャリジャリした食感が混ざったクリームっぽい、多分、うんうんうん、そもそもクッキー入りエクレア側なんだこれ、あそれそれジャリジャリしてんじゃん、これかな、ジャリジャリしてるんだ、違うかしら、うん、美味しいですね、美味しいですね、うん、初めて食べる味すぎて、うん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 、なんだろう、例えようが難しいですね、うん、美味しいわ、本当、うん、色味も相まってなんかねもっと熱い国で食べてるような印象を受けるね、うん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 、南国感、うん、どうなんだ、やっぱり中東感があるのかな、なんだろうね、中東、うん、とかメキシコとか、うんね、うんうんうん、確かに絶対違うんだろうけどさ、うんうん、フランスなんだろうけどエクレアっつってるぐらいだからさいや美味しい、うん、あ、ありがとうございます、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。美味しいな。ね、毎度毎度驚くようなものを置いてますね。これ2、3個いけるねこれね。あ本当、うん。もっと買ってくれよかったなじゃあな。いやいや。で西村君を散々太らせて、うん、同じような苦しみのね。西村君痩せた方がいいんじゃないっていう話をしてね。そうかそうか、うん、こっちの沼にね引きずり込んでやろうかと思ってた、なるほどね、西田君太らないですからね、本当にどうなんでしょうね、うん、でも文学座の時は今よりは確実に太ってたよ、まあそれは若いからってのもあるんじゃない、そっか、うん、首太かったもん、ああそっか、うん、だけどあんだけ太ろうとして太らなかったっていう経緯があるじゃない、うん、まあまあね、前にも話したけど、うんうんうん、だからなんか太りにくいんじゃないかなって思ってたよ、ちょっと、うん、そうか、だからお腹だけで変にちょっと出るとかさ、うん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 、はあったけどさ、あそうそうね、うん、確かにね、うんうん、見た目になんかあんまりでしたね、そうそう顔とかに出なかったもんそんなにね、あの時が一番太ってたかな、でもあのミュージカルやってた時、西村君がミュージカル、うん、ミュージカル出てたじゃん、あの高円寺の、はい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 、うん、あの時が一番太ってたんじゃない、あ、そう？そんなことないか、わかんない、あの時ピチピチの T シャツ着てたじゃない、あ、それはね T シャツがピチピチだった実際ピチピチのサイズだったのあれは、だからお腹出てるからさ、あ、でも太ったと思って
そうかそうか、まあ太ってたのかな、うん、どうなんだろう、まあ、横に吉田角ちゃんいたからちょっと分かんなくなるけどさ、うん、そうねあからさまに太ってたからなんか ね、うん、ね、角ちゃんのダイエットもどうなったんだろうね、どうなったんだろうね、うん、あのつい最近会いましたけど、うんうんうん、全然大きかったですよ、うん、あでもちょっとは痩せたのかなあれ、ひょっとしたら、お言われてみれば痩せてたかも、ほう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 、まあそのキャラクターはそんなに、ね、印象は大きく変わってないけど、うんうん、もっと大きかったかも言われてみればぐらいの感じ、でも今蒲田行進曲ですか、うんうんうん、の舞台の稽古をしてますから、うーん、ね、もうすぐよねあれもね、あれも、まあ、あと2週間もないのかな、12月の半ばぐらいなので、うんうん、なんかみんな一生懸命、この間もねちょっとここで稽古してましたから彼ら、あ、うん、あそうなんだ、そうそう1日だけだけどね、うんうん、あれ明大生出てるんですよ、そうなの、うん、へえ、後輩、はるか後輩、はるか後輩、あじゃあ演出つけたことある子はないけど、あそれはないんだ、ただなんかワークショップで行ったことはあって、へえ、うん、だからね彼らが私がねここに関わっていると知ったらね、どんなにどぎもを抜かれるか別にどぎも抜きはしないけどさうん、そうかそうか、うん、確かにね、へ、ね、そうなんだ、知り合いやっぱりいるんだね、うん、まあそうね、あんだけ人数いりゃそうか、誰か一人ぐらいはいるか、うん、そういうこともあるわね、でもこの間僕別件で、まあ、ちょっと知人のつてでなんか、まあ、CM の撮影みたいなちょっとやらせてもらったんですけど、うん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 、その時の、まあ、キャスティングしてくれたその制作会社の人が、うんうん、いや僕ももともと演劇人だったんですよって、うんうん、それでその演劇人のつてを通していろんな人に声かけてもらったんですよ、アンディさんもなんかその紹介した人がぜひって言って紹介してくれたんでって言って話してて、うんうん、でもあどういう人他に知り合いますって言ったら、いや僕よく、まあ、やったのは依田ちゃんとかって言って、おーおーと思って、共通のね知り合いの、うんうんうん、役者さんの名前が上がって、世間狭めえなって思いましたもん、そうですね、そういうとこともつながってんだちゃんとと思って、割とだから懐かしいです演劇の話すんのっつって楽しそうにずっとロケバスの中でずっと演劇の話してくれてたけど、なんか知り合いっているもんですね、いろんなところ、そうですね本当に ね、うん、今カタールにも知り合いいるかもしれませんね、じゃあね、いるかもしれない本当に ね、 ね、生で見てる人いるかもしれない ね、だって日本の応援団すごくなかった、人数なんかね、歓声がすごかったもん ね、あれ日本人以外の人もやっぱり日本応援したくなって応援してたのかな、ひょっとしてどうなんでしょう ね、うん、なんかほとんど日本人のサポーターじゃないって思うぐらいの歓声がやっぱり、確かに、うん、ジャイアントキリング目当てなのかな、なのかな、いやサウジアラビアはまだわかるじゃん、近いからみんなサウジアラビアっていうのは分かったし、まあスタンド緑だったじゃん、ずっと緑一色だったからだからすごい声だったじゃん、アルゼンチン戦の声援、うん、そうだったんだね、そう、あ音聞いてないのねあれ音聞いてよあれすっごかったんだから、ほうほうほう、アルゼンチンの選手多分もうやりづらくてしょうがねえなっていう、これがホームアドバンテージかっていう、そうです、ね、カタール戦には感じなかったホームアドバンテージがサウジアラビア戦に来て生きたっていうねはいはい、はい、すごかったから、うわーでも何にも聞こえない、もう実況の声もちょっと途中で聞こえなくなるぐらいすごかったから、うん、でも日本はそうじゃないだろうと思ってたから、うん、だけどあの声援でやっぱり実況の人途中であのピッチの横にいる実況の人につなげようと思ったら、うんうん、あちょっとあちょっと声がうるさくて聞こえないですねみたいな一回あったから、うん、すごいなと思って、そうかそうか、うん、ね、知り合い見に行ってるかもしれないですよね、絶対ね、あの声援はなんか決まり事みたいのがあるんですか？いや特にないと思うんだよね、なんかちょっとしたメロディーになってるじゃない、おーみたいな、 あれはあるある、そのちゃんとって言って、うんうんうん、その応援歌だよね、ほうほうほう、その僕がイングランドで見に行ってた時もそうだけど、その各チームそのサポーターの中でも、うん、要はサポーターチームみたいなのがあるのよ、もうどの試合も毎試合サポーターとして追っかけて、うんうん、で必ずゴールの裏、ネット裏に陣取るような人たち、もうそういう
もうクラブとかそういう代表チームもそうだろうけど、うん、もうそのチームが認めてるサポーターさんたちがいて、でその人たちがそういう歌とか作ったりとかして、それをみんなに広めながらして、じゃあみんなであれ歌おうって言って、せーので、あのとか自然発生で誰かが歌い始めたらみんなで乗っかって歌うとか、多分割とそんなんだと思うし、スペインに行った時にそのスペイン人の友達に教えてもらったちゃんと、うん、なんか言うんだけど、うん、それをわーって言ってたんだけど、後で調べたら全部卑猥な言葉だった。お前何ちゅうもん教えんだと思って、でもみんな言ってるからそういう文化なんだと思ったけど。あ、そう、うん、そう、国によっていろいろ違うって、うんうんうん、イングランドのマンチェスターシティは当時はね、その昔の要は流行ったヒット曲なのかな、うんうん、ブルームーンっていう曲があるらしいんだけど、うん、それに合わせてちょっと歌を歌ってたりとか、うん、あとはあのリバプールってチームとか、他のチームも結構歌ってるんだけど、あのウォーキング何だっけ、ウォーキングデッド、ノットは、でもウォーキングデッドは歌わないよ別に、ドゥルル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 ルなんかそれもスペイン人は卑猥な言葉なの？ね、選手個人に向けたちゃんとはそうでもなかったけど、うんうんうん、なんか敵の選手に向けたちゃんととかあって、うんうん、なんかそれは結構卑猥なやつだったな。それ嫌だね、なんかね。そうそうそう、うん、だけどなんだろうね、一体になれるから、やっぱ見てる人たちがその場で、うんうん、急に発生したものにあーってなんか、うんうん、なんか日本だったらあー日本みたいな、日本日本日本はい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 みたいなやつがこうスタジアムでよく聞こえるんだけど、中継とか見てても、うん、だからそんなのも勝手にみんながやりだしたらわーって勝手に乗ってっていうのが、まあ、行ったら楽しいんだろうなって思う。だからやっぱそういうのは、うん、だから次はぜひスタジアムを経験するんだね。お、次のステップはね、ぜひね、カタール行っとく？あれ今から行けちゃう？そんな身軽でしたっけ？カタールって結構よ、結構遠いよね、結構遠いよ、うん、だから中継つながるまでも結構時差あるじゃない？あるある、うん、あれはあの時差、月と生じる時差みたいな、あの時差、あの時差なんじゃない、普通 の、 その海外によくある時差だとは思うけどさ、うんうん、ああいうの見ると遠いんだなって思いますね、なんかね。だってヨーロッパの方が近いじゃん、日本とその、うんうんうんね、カタールを中心に考えたらほぼほぼヨーロッパみたいなところじゃん、うんうん、あんなの、うん、だってイギリス行くの何時間かかりました、飛行機で。めっちゃかかった。ざっくり言うなよ。めっちゃとか15時間ぐらいかかるでしょ確か、うん、かかったね、うん、うん、そんなもんだからね。そうだね、日本から行っても12時間ぐらいかかるんじゃない、カタールなんて。ヨーロッパからだと8時間ぐらいで行けちゃいそうな気するけどな。そっかそっか、場所的にはどうだろう、うんうん、だけどあんまりヨーロッパのお客さんまだグループリーグだからかな、そんなに来てないのね。うん、勝ち進んでひょっとして決勝とかになったらもっと増えるかもしれないけどね。なるほどね、ちょっと分からんけど、うん、あとなんだ、あのホテルが気に食わないって言って帰った人結構多いらしいから、そこまで行って、そうそうそう、なんかカタール の、 そのファン用に用意されたホテルが、うん、あの港のコンテナみたいなやつ、うん、コンテナ改造して中にベッドとトイレとシャワーがついてるような感じで、うんうん、でまあ、エアコン完備って言ってたのにエアコンついてない部屋があったりとか、うん、嘘じゃん、ホテルって言って行ったのにコンテナじゃんっていうことで怒って帰ってる人が結構いるらしい、へえ、あ、そう、うん、初めからコンテナって言ってくれればね、で、まあ、まだね気構えもできただろうし、うん、でもコンテナって言われてさ、うん、もう何万円、5万円とか宿泊するわけじゃん、はってなるよそりゃ、ね、だって家賃4万円コンテナとか住みたくないでしょだって。そうね、うん、しかも一月滞在するとかじゃないもん ね、 ないもんね、そうそう、1日で4万とかのコンテナとか、ね、それは嫌がるよ ね、 そうね、でコンテナがズワーって並んでてそれが何にもないんだって、やっぱり、うん、漫画喫茶とかないのないんだって、でそのちょっとそのコンテナがブワーってなってる間ぐらいになんか何ヨギ棒みたいなさ、ソファークッションみたいなのがブワーって無数に並んでて、うん、で何観戦できるようなビジョン、大型ビジョンみたいなのがあって、うんうん、なんかそこでくつろいで
見れるみたいな用意してますって言うんだけど、うんうん、青空なのよそれ以外何も置いてない空間でそこに座ってぼーっと見るってさ、うん、結構酷じゃないと思ってさ、うん、気温も高いだろうしさ、うんうん、コンテナの中暑いけどここならまだちょっとマシよみたいなさそれはないぜと思うけど、うん、ホテルを作るの間に合わなかったっぽいね。だからあそう、うん、あだってインフラがなかったからそもそもそんななんだ。だって2010年に決まったんだけど、うんうん、2020年はカタールですって決まったんだけど、うん、その時にはスタジアムが1個しかなくて、うんうんうん、で別にインフラもそこまで整ってなくて、うん、ずっと砂漠だから、うんうん、でワールドカップは7個必要なのね。スタジアム最低でもグループリーグをやったりとかしなきゃいけないから同時に試合が行われる都合上、うんうんうん、で7個用意しなきゃいけないから6個新規で作る、うんうん、でプラス今ある1個も規定に満たしてないから改修工事しなきゃいけない。ほうほうほう。だからほぼ7つ作るみたいな状態から始まって、うんうんうん、でそこのスタジアムに行くまでの道路作んなきゃいけない、うん、で選手のとか観客のアクセスのために地下鉄掘んなきゃいけないそっから始まったらしいから。シムシティの最初じゃん。そうそうそう、それそれ。発電所をドンって置くとこからだよ、多分きっと。はぁ、それ12年でやんなきゃっつって、やったわけだから、うん。まあ、大変だったみたいね。そりゃ大変でしょうね。うん。だから、あんまりこういうこと言うのもあれだけど、いろんな問題、うんうん、世界のそういう国際的な問題にまで発展してる人権問題みたいなとか、もういっぱい出てきちゃって、うんうん、だからギリギリまでドイツの選手団はボイコットしますって、ユニフォームの中の T シャツにボイコットってみんなで書いたやつをさ、代表戦の時にさみんなでこう出して並んでてとかをちょっとアピールしてた時期があったぐらい。だからドイツ調子悪かったのかな。なんかそう聞くとね、うん、言われてみればと思った俺も今。うん、だその帰るつもりなんじゃないの。わかんない。だからそのまあ、開催するって決まってその、うん、まあ、もう行くしかないってなったら本気モードだったけど確かに、うんうんうん、だけどその2、3ヶ月前とかは、うん、もう割とボイコットムードだったから、うんうんうん、そういうの響いてるのかねと思ったけどね。そうか、うん、でもいろんな国がそうやってるしイングランドの選手たちもやっぱりそうだったから、うんうんうん、でいろんな人種差別に反対しますっていう意味を込めて、うん、一番最初こうセンターサークルを中心にこうチーム分かれるじゃん、うんうんうん、でピーってなったら始まるんだけど、うん、その前にこうプレミアリーグっていうイングランドのリーグとかでよくあるんだけど何かこうイベント的なこと、うんうん、キックオフの前に片膝ついてこう、うんうん、全員でこう、うん、待つっていうのそれをいろんな人種差別に反対します我々はっていう意味を込めてさ、うん、やるらしいんだけど、うん、で今回のワールドカップでもイングランドはやりますって言ってたりとかそれをやり続けますと か、うんうんうん、なんかそういうなんかいろんなことに対してこう人権問題とかそういういろんなことを発信する場でもあるからワールドカップって意外とね。それでなんかそういうのが根強いとか色っぽいことが起こったような国でやるってことにすごい反発を本当に直前までめちゃめちゃ受けてました今回で。そのワールドカップをカタールにするって決めた会長たちは、うん、大会が始まる何ヶ月か前に賄賂をもらってたっていう密告があって全員総辞職してますからそうか、で新しい会長が就任するなり、うん、いやカタールでワールドカップが開くということは間違いでしたって言っちゃったのね。ほう、うん、だけど、うん、開会式の前日とかに、うん、いやいいですよカタールって言ってたから。どうしたどうしたお前またなんかもらったなって言われてますけど、うん、ちょっとわかんないけどね、はあ、あくまで憶測ですよこんなので、うん、いろいろはありますね。いろいろありますな本当にね。なんだかんだでなんとか開催にこぎつけたけど、うん、国民がいまいち乗っかりきれてなかったのがカタール初戦ですから、うん、来いって言われたから来たけどぐらいの人たちがさ、うん、スタジアム見てて、うん、あなんか負けてんじゃん面白くねえなって後半始まるなり半分ぐらい帰ったっていうね。お客すごいねだから大丈夫この大会と思ったけど、うんうんうん、次の日からもう大盛り上がりだから、うんまあ、よかったねとは思ってるけどさ、初日の感じこんだけ俺、ね、チャンネルでも西村君にも押したけど大丈夫かなと思いながらうん、ね、
盛り上がんなかったら嫌だなと思って、あの、うん、錯覚で教えたりとかしてさやりましたから、でもまあ盛り上がってよかったですね。そうですね、ね、本当に、うんうんうん、サウジアラビアのおかげかもしれませんけどね、本当にああいう大金星があると盛り上がりますから、ね、やっぱり、ね、今日ずっとワールドカップの話しますよ、ワールドカップとダイエット、ね、ワールドカップとダイエットだけで十分話せますからね、いやでも、ラーメンスタンプラリーもね我々順調にやってますから、うん、5行きましたからね今ね、まだ5しか行けてないんですよね、うん、でもね18行かなきゃいけない、うん、今日が11月のもう終わりの方ですから、うんうんうん、ね、それでまだ半分行ってないのはちょっとねヤバヤバな空気はありますけど、うんうん、まあカレーがあるからカレーと併用してるからね、うん、なかなか毎日ラーメンってわけにいかないですし、私も3日に1回しかラーメン食えない体ですから今そこなんですよね、うんうん、でも3日に1回のペースだったら、うん、ラーメンスタンプラリーは負けよ。だからもうあ、そんなことないのか、どっかでまくらなきゃいけないのよ、うんうん、あと13点でしょ。そうそうそう、うん、でちょっと厳しいのよ実は。そっかそっか、だからどっかでまくらなきゃいけない日が来るから、うん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 、その時までにちょっとね余力を全然欲しいわけじゃんやっぱりできるだけね落としといてね、うんうん、で食べてもつきにくい状態にも体がなってしまえばさ、うん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 、まあまあいいかなと思う。でも美味しかったね。なんかね美味しかったですね、うん、美味しいラーメン屋多いね。僕はあんまりそのラーメン屋もこだわって巡ったことなかったから、うん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 、これは本当になんかラーメン好きだけどどこ行っていいか分かんないとかいう人には本当におすすめの企画だなと思っちゃった、うんはいはいはい、そうね、いろんなお店に出会えるしね、ね、いろんなラーメン、うん、主に豚骨は多いけど、うん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 、だけど豚骨同じ豚骨でこんなに違うのってすごいよね。そうさな、うん、トマさん、ま、あそこ気に入ってましたもんね、うん、なんかね、うん、あそこめちゃくちゃ美味しかった、うんうん、感動したもん、うん、俺はフレンチを食べてるのかと思ったもん、うん確かにそんな感はあった。その、まあ、ドロラーメン、さっき言ってたドロラーメンですけど、うんうん、のまあ、1日40食限定かな、うん、なんか限定でしたね、うん、でそのドロドロしたスープなんだけど、うん、その天下一品さんみたいなドロドロした感じではなくて、要はポタージュなんですよ、うん、豚骨のポタージュみたいな、うん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 、だからその麺入ってなくて本当スープだけで出されて、お皿もこう平たいやつで出されて、うん、どうぞって言われたら本当になんか美味しいスープ、これ何のスープですかって聞きたくなるような、うん、シェフを呼んでください、シェフ呼んでくださいって言いたくなるようなスープに、うんうんうん、ラーメン入ってて、だからめちゃくちゃ美味しくてさ、替え玉してたもんね言うな言うな、あいつ炭水化物取ってたもん、ね、あいつダイエット本気なのかって思われちゃうじゃんいや替え玉したくなるよ、うん、でもそこが半替え玉だったのが、まあ、ダイエット本気の証ですよ、ね、そうだね、あ一玉とは言えなかったね、うんうん、半分があると思ったから、うん、あの半替え玉お願いします、うん、いやでも本当美味しかった、うん、その前に行ったさ鶏のやつもうまかったけど、美味しかったね、うん、あれもなんか鶏をなんかこう丁寧に裏ごししたみたいなスープでさ、うんうんうん、あれも美味しいなと思ったけど、それをなんか豚骨でやってくるんだと思ったらもうなんか、うんうんうん、驚きと感動で、もうあれは全然普通にこれからも通いたいと思っちゃった高田の馬場にね、あります、うん、魚卵亭、夜は居酒屋さんらしいですね。そうですね、餃子酒場みたいな ね、うん、昼間だけラーメン限定の出してますんで、うん、よかったらぜひ行ってみてください、うん、ね、というわけで、サッカーとダイエットの話でほぼほぼ費やしましたけど、うん、今回はジャイアントキリング会ですよねそうですね、うん、ジャイアントキリングとはどういうことなのかと、うんうんうん、そういうことを哲学的にね突き詰める、うん、そういう今日放送になりました。はい、はい、こうやってただただだらだら喋るだけのラジオもやっておりますが、好きなことを語り合うカタローのコーナーシリーズですね、カタールをカタローにすればよかったね。あ、そうだね、カタールをカタロー、いやそんな語っちゃいけないこともいっぱいあるからそうそうかそうか、語り尽くしちゃダメなのよカタールのことは、ね、うん、触れちゃいけないことも多いから、うんうん、言えないけど、
そういうシリーズをやってたりとか、まあ、いろんなことをやってますので、皆さんこのチャンネルが面白いと思ったらいいね、高評価ですね、あとチャンネル登録、コメントもよろしくお願いしております。そして今現在90名を超えたチャンネル登録者数、年内に100人をいけば、年末にみんなでライブパーティーをしよう画策しておりますから、ぜひそれまでにね100人行ってほしいなと思っております。行かなかった時にはね、全ての計画がおじゃんになりますから、はい、もうねもう1ヶ月もないですから、皆さん頑張って、チャンネル登録して、頑張ってチャンネル登録ってなんだろうよくわかんないけどねぜひチャンネル登録してください。はい、はい、というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。以上ハンバーグラーメンでした。バイバイ。バイバイ。